棟梁になりましたね。マスク解禁になりましたので、今日はちょっと外させて喋らせていただきます。本当に今日はありがとうございます。天気もいいし、なんかお日柄がよろしいのか、とにかく今日はあの遠いところから来てくださった方も何人かいらっしゃってて、すごく道路が混んでたそうです。どうも皆様、足の良いところありがとうございます。悪かったですね。明日が悪くなりそうなので、今日こそというふうに皆さん出てますし、ライラック祭りがあります。もう桜も散ってしまいましたが、ライラックは札幌の、なんて言うの、鹿って言いますか、白花ですね、確かね、ライラックはね。実は私、リラビアの街札幌という歌を出しておりまして、街頭放送で大踊りの時に流れてると思います。リラビアの街札幌っていう歌なんですけど、なんと有線にも入っておりますので、皆様飲み屋さんに行ったらリクエスト見てしてみてください。ないって言われるかもしれませんから。すいません、かなり昔の歌なんですけど、ただ街頭放送さんがよく流してくださいますので、その季節になるとよろしくお願いします。あとはファイターズ、そのリラビア終わったらファイターズのファイターっていう歌が流れますので、すごくいい歌ですので、それを西区大和屋友人、それから西区、講演会メンバーで応援歌としましたので、勝手に島宮さんメンバーですので、それで西区から発信する、北海道の応援歌としてわざと大風呂敷を掲げながら落語発信もしておりますので、よろしくお願いいたします。で、今日ですね、ちょっとバタバタしておりまして、お店の方があれで、皆様には何もできずに申し訳ございませんが、お水だけはたっぷり用意してありますので、ちょっとの方で飲んでいただければと思います。中入りにすみません。はい、では今日は楽しみながら小生一問、本当に脂が乗ってまいりました。で、この中にもデビューするであろうメンバーもちょっと隠れておりますので、期待しながら、はい、皆様は早く私方のこの前に着物姿で、果たしてどうなるか楽しみにしていますし、小雪ちゃん、二十歳前の女の子が、デビューをします。それと七つ星ちゃんも夏休みになったら来てくれる予定ですし、中学生高校生のメンバーは7月8月に、いろいろアポをしますので、もしこれからきっとこの舞台の上で活躍してくれると思いますので、ぜひ皆様楽しみにまたいらしてくださればと思います。ではこの辺で長くなりました。まず大和屋美人寄席始まります。忘れずにめくりました。まあね、一応本職の坊さんでございまして、まああれですかね、何回もやるんですけど、持ってあげてるんですけど、まあ出しちゃったんで言いますけど、なんかこの持ち方もね、意外と決まってるそうで、手に置くときは持つときは西ですね、置くときはそうですね、もう一つね、人を殴るときは今そう教えてくれた人がね、それ普通に殴ったら俺の手が痛いんだよ、当たり前だろ、術で殴んだろと思ったんですけど、まあ、意外とね、大会系の社会なんでございますが、まあ漢字でね、だけずっと書いてあるこのお経をこう読んでるのを商売にしておりますけども、あれ本当はね、なんかお経の文字を読んで本と同じですね、内容を理解しながら、口に出せば出すのが本当らしいんですよ、でもね、まあ覚えてるもんで、まあほぼ言うことはないですね。信用でもね、スーッと言ってはいます。大体ね、自分で考えてなくてもね、もう何万回も言ってますからね、歌みたいなもんでね、口が勝手に言ってくれるわけですね。でまあ逆にちょっと今日のラーメンは醤油にしようかね、味噌にしようかとか考えていたりすると、たまにこのハニヤハーラーミーターとかね、4回あるんですけどね。ハラミタとかね、意識はもっとこれ、どこだったかなーってね、三択だなとね、そういうことになるわけですね。まあ、で、何考えてるかと言いますとね、今日もまあ、お参りをしてから、ここに来て、来らせてもらってるわけですが、まあ、ちょっとこの発声練習っていうんですかね、本野さんの前でもお参りをあげましてね。まあ、今日あたりだとね、まあいいんですけど、まあ、冬だと寒いんで、
仏説魔化般若波羅蜜多って言いますね。これだと仏説魔化般若波羅蜜多神妙化ですね。早く終わらないかなみたいなね。うん、でもね、この般若心経、まあ日本で一番有名な経ですけどね、うん、後ろの方でね、こう一緒にやってくれたりするわけですよね。うん、まあそういう時はちょっと気をつけろって話でしょうね。間違ったら分かるもんね。まあ毎日ね、あの同じようにこうやってらっしゃるかもしれませんけど、まあ毎朝のルーティーンになってるとは思うんですけど、まあそれでもね、いくら気合が入ってなくても、まあやるだけ偉いんじゃないかなと思って別に悪いわけですけどね。じゃあ今日もやらせてもらおうかね。おっとっとっと、出るとこだったよ。ラブアミダブラム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 アミダ。ばあさん、お年さんに蜘蛛の巣張ってんじゃないかよ。掃除しなさいよ。蜘蛛のね、体見たってね、仏様喜びはしねえんだよ。ナムアミダブナムアミダブナムアミダブ。お花買いなさいよ。買えるのがめんどくさかったらね、水だけでも買いとくとね、ずっと持ちが違うんだから。おい、ばあさん、お供え物もう下ろしちまったのかい？うん。あの団子はどうした？あ？全部食っちまった？ああ、あらよ、小芝さんからもらった団子は脱いやしちゃう。俺もね、エビつけてたんだよ。一家の主に一つぐらい残しておきなさいよ、まったく。ラブアミラブラブアミラブラブアミ。さっきからね、夜間がね、たぎってんだよ。ふたぎりなさいよ。ナムアミダブナムアミダブナムアミダ。さっきからね、夜間のふたがチッ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 。赤ん坊が入ってきたよ。連れて行きなさいよ。お念仏の邪魔になるだろ。ナムアミダブナムアミダブナムアミダブ。ナムアミダブナムアミダブ。おい、ばあさん。ちょっとこっち見て、赤ん坊を連れて行きなさいよ。いや、赤ん坊ない。ちょっと持ち上げてごらんよ。俺の顔を見てね、動かなくなっちまったんだよ。やっちまったわな、ね。仕方ないんだな、赤ん坊だからよ。じゃあな、さっきの出積み、あれ持ってきて、直接こぼしていいから、俺だけで持ってきて来なさい。ナムアミダブナムアミダブ。畳のメダルに吹くの。ナムアミダブナムアミダブナムアミダ。あのね、さっきからね、話しかけるんじゃないんだよ。そんなことをしたらね、心身に集中できないだろう。ナムアミダブナムアミダブナムアミダ。お月並み何にしましょう。そういうことはね、昨日のうちに考えておいて、用意してそれから寝るんだよ。芋にしましょう。芋なんてね、柔らかくなるのに時間がかかるじゃないか。道場屋、道場屋通るから、あれ読んであれ入れろ。
ナムアミダブ、ナムアミダブ。土壌入れるんじゃないんだよ、土壌入れるんだよ、バカだよ、本当に。ナムアミダブ、ナムアミダブ。おい、声が小さいから土壌は聞こえねえじゃねえか。え、早く呼ばねえと、行ってみようぞ。ナムアミダブ、おい、早く呼ばねえと土壌や。土壌やー、土壌やー、ナムアミダドジョヤニドジョヤニドジョヤニ。あ、おお、百国いくら？あ、あ、12銭高えぞ。え、10銭で負けろ。あ、すぐ負けた。あ、惜しいことしたな。もう1銭2銭値切れなかったな。ナムアミダブ、ナムアミダブ。お前ね、ぼーっとしてるんじゃないんだよ。え、土壌屋がな、向こう向いてる間に2、3匹つかみ込め。ナムアミダブ、ナムアミダブ。うん、いやな、あ、これ、ダミに入れて、あ、酒継ぎ込むんだ。あ、そうしたらな、あ、土壌がお酒を吸って柔らかくなってうまくなるんだよ。うん、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ。どうだ、あ、平気な顔して泳いでる、あ、酒薄いんじゃねえか、あ、選手、安物の酒を欲しがってる。ナムアミダブ、ナムアミダブ。もう構わねえからな、あ、このそのままな、あ、火にかけちゃう。あ、土壌が暴れるといけねえから、あ、よく蓋を押さえてる。ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ。どうした、ああ、バタバタ言って、ああ、苦しがってます、ああ、どうだろう、夜押さえとけよ、うん、ナムアミダブ、ナムアミダブ、うん、どうだ、ああ、みんな腹を出して死んじゃった。ザバーミロゴート念仏でございます。小生イースカーでございます。初めての方、マイル3分ですので、下の字がですね、この糸という字の隣に鳥という字を書きますと、イスカという鳥の名前になります。この一文字をですね、2つに分けてイースカ、もういいですかとか、どうでもいいですかとか、というふうに覚えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。先日、あの、バラト川のほとりを歩いていましたらですね、あの、大バラの園芸草というのは、あの、奥田の交渉にもなっていると思うんですけど、大バラの園芸草というのは基本的にあの花びら3枚なんですけど、5枚のがあったんですね。珍しいなと思って、ちょっとこの辺は特殊なものがあるかなと思いながら 見てましたらですね、川の方にですね、あの、白鳥、小白鳥が1羽だけ残ってたんですね。もう大体みんな、他の白鳥は北の方へ行ってるはずなんですけども、1羽だけ、まあ、ケアして、残ってたのかどうかわかんないですけど、で、その白鳥の、小白鳥のそばにクイーンがあって、その上にですね、アオサギがいたんですよ。で、アオサギが白鳥の方に 何や話しかけてるの。お前さん一人かい？え、そうなんですよ。みんなどっか行っちゃったみたいな。お前の中はみんな白鳥だな、というふうに言ってた。まだ小松で寒いから、水の中寒いから風邪ひくなよ。え、どうもありがとうございます。白鳥というふうにですね。これが言いたいなと思って、ここから始めます。最近、なんか何やらいろいろ物騒ですね。強盗だとか、あの、泥棒だとか、万引きだとか、テレビ見てますといろんな事件ありますけど、落語の中に出てくる泥棒っていうのは、あの、どちらかというと、間抜けというか、愛らしいところもございました。ごめんください、ごめんください、お留守ですか。入ってると物騒ですよ。泥棒が入りかけてますよ。お昼寝してるんじゃないでしょうね。半分入りました。
完全に入りました。お誰もいない。あ、上はチンチンに立ってるじゃないか。そうか、ここのおかみさん小買い物ってんで、すぐ戻ってくるんだ。急いで、やってしまおうってんで風呂敷を出しましてですね、そこにタンスから着物をどん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 入れました。さあ、そって出ようとしたところにですね、表の方から、セッタの後がになっちゃ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 っ、あ、まずい、裏から逃げよう、裏から。あ、なんだこの裏は、石垣で出られねえや、困ったなと思ったので、荷物を放り出して台所の、板の上、板のを外しましてですね、醤油だれや味噌桶の間にポッと入りまして、あ、危なかったな。おふく、おふく、いねえのか、おふく。また留守か。いつも留守だな。何のためにかかってるか分かりやしねえや、一緒になった時はこうじゃなかったんだけどな。仕事から帰ってくると表に突っ立ってて、おい、どうしたんだ、心配するじゃねえ、心配するじゃねえか。だってお前さんが帰ってこないから寂しかったんだもん。それがどうじゃ、今じゃこっちの方が寂しいよ。鉄瓶がチンチンに立ってて、火を元も確認しなきゃならねえ。おや、この風呂敷なんだ、あ、古道具屋が置いてきやがったのか。どれ、どんなの入ってるかな。めちゃくちゃに入れてるな。ちゃんと畳はいないに。この羽織、俺の羽織によく似てるな。俺は雪が長いからなかなか合わないんだけども、あ、ぴったりだ。この羽織紐も俺のだ。あ、俺のだ。あれ、この着物、これカカアの着物で、カカアの帯だ。あれ、七の入れ替えかな。それにしては多すぎるな。かかるよ、男が出来上がったんだ。そういや長屋の連中が言ってた、お前んとこのかかは色っぽいから気をつけろよ。みんな知ってたんだ。知らねえの俺だけだったんだ。俺というものがありながら、俺というものがありながら。あら、おみっちゃん、どうもありがとうね。じゃあさよなら、明日もまたね。あら、お前さん、ずいぶん早かったね。早く帰ってきちゃいけねえのか。いや、そんなことはないけどさ、どうしたの、変な顔して。変な顔で悪かったな。相手の男はさぞいい顔なんでしょうな。何を思ってんの、お前さん。そっか、どっかで喧嘩でもしたね。喧嘩しちゃうちでえばってんだから。表でおとなしくしてるくせにえばってるんだから。誰と喧嘩したの。うるせえ、なかなか知り合いねえ。それよりおめえ、今まで誰と何をしてたんだ。あら、おゆうってみっちゃんとお話してたのよ。みっちゃん話し好きでしょ。それも長話になっちゃった。あ、そうだ、帰りがけにね、男ゆみだと覗いたらね、空いてたからね、お湯行ってらっしゃい。そんなに湯に行ってもらいてえか。あら、大げさだね。お湯に行ってきたらいいんじゃないの。うるせえ、板は上がってんだ、出てけ。あら、はい、出てけよ。お前さん、何その出てけって言ってわからねえか。出てけ、出てけ、何回でも言ってやる。出てけ、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 出てけ。あら、寄席の追い出し太鼓みたいだね。なんか寄席のおしまいになるらしいね。どうして私が出ていかなくちゃいけないの。おめえの胸に聞いてみろ。いや、聞いて分から分からないから聞いてんだよ。この風呂敷包みは何で。あら、ずいぶん大きい風呂敷包みね。これ、お前さんこさえたの。俺がこさえた。
男個性だな。何言ってるのかさ。言っていいことと悪いことがある。出ていくって言うなら出て行ってもいいけどね。どうして出ていくのか、ちゃんと訳を言っておくれよ。みんな長屋中みんな知ってよ。早く帰ってくれやこのざまだ。荷物を持って男のところに転がり込んで、俺と別れようってんだろ。長屋中みんな知ってよ。知らないのは俺だけだったんだ。知らないのは。お前さ何言ってんの。そういうふうに言われたら出て行かないとは言えないけど、じゃあね、一つだけ教え、何でも聞け。私の相手はどこの誰。何、長屋中誰でも知ってるって言ったじゃん。私の相手はどこの誰なの。うるせえ、おたふく、おたふく、よくそんなことが言えたわね。一緒になるとき何て言ったの。俺と一緒になってくれ。私がつむいて黙ってたら、うんと言わなきゃ、うんと言ってくれりゃいい。うんと言わなきゃ出刃包丁で刺す。うんか出刃か、うんか出刃か、うんでば、うんでば、うんでばって言ったじゃないか。何がおたふくよ。おふくさん、あなたは私の弁天、俺の弁天様だ。弁天様がいなきゃ夜も日も明けない。その弁天様が2年経ったらおたふくかい。うるせえこの野郎、つべく言うと引っ叩くぞ。いや、そうかい、あ、分かった。お前さん、女ができたね。で、女のところに転がり込もうって時に私が帰ってきたから、私が男ができたなんてそんなこと言ったんだろ。同じのこと言いやがるな。うるせえ、引っ叩くぞ。まあこうなりますと、口では男は女にかないませんので、に担っている鉄瓶を思い切り投げます。まあこれはもとより当たるように投げるわけじゃありませんので、ね、それますと台所の柱がありました。それにぶつかって板の上コロ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 と転がっていく。で、板の上で蓋が取れてお湯がジャーンジャーンと縁の下へこぼれます。あーちぇ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 あーちぇ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 ちぇちぇちょ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 っと旦那旦那旦那で手を下ろすから、おかおけみさんそっち行って、旦那旦那やめてください。ゲンさん止めないでくれ。ゲンさんゲンさん止めないでくれ。あ、おめえさんゲンさんじゃねえの、おめえ誰だよ。あ、おい、そういう細かいことはどうでもいいんですけど、おめえ誰だろ。おめえ止めに入るのはいいけど、一体この喧嘩何が原因なのか知ってるのか。知らないで止めに入ってるのか。知ってるから止めに入ってるんです。なんで知ってるんだ。なんでって言われますと、いや、そういう細かいことは、まあ、仲裁は時の氏神ですから、とにかくやめください。何だか分からないのに、止めに入るのって、おめえから殴ってやるぞ。喧嘩の原因って、その風呂敷でしょ。その風呂敷を誰がこさえた。これはね、おかみさんがこさえたんじゃないんですよ。でかといって、旦那がこせられたんじゃないんですよ。俺がこせられねえ、かかんがこせられねえ、こんな風呂荷物がぴょんぴょんぴょこぴょこできるか。それができるんですよ。何言ってんだお前は。どうして、こういう荷物があるのかって言ってみよう。旦那さん、旦那さんが仕事に行って、おかみさんが、お湯屋へ行って、その間に泥棒が入ったんですね。で、荷物を背負って出ようとした時に、旦那さんが帰ってきたので、あ、これは顔を合わせない方がいいなと思ったもので、裏口から出ようと思ったら、裏口が石垣で、しょうがないから、台所の縁の下に入って、じっと隠れてた。そしたら旦那が帰ってきて、おかみさんが帰ってきて、この荷物を誰がこしらえた、男がこしらえた、女がこしらえたって、それで喧嘩になった。なんか違ってます？おめえ我が家に詳しいじゃねえか。おめえどっからできたんだ。そこからなんですけど、じゃあおめえ泥棒？泥棒ってのはあんまりじゃありません。泥棒っていうのは物を持って逃げてくるのが泥棒です。
私は何も持ってないし逃げ出していない。お二人が夫婦別れちゃいけないと思って命からがらお二人の前に出てきたんです。それを泥棒っていうのはあんまりじゃないですか。おお、わかったわかった。そうだな、お前さんが出てきてくれなきゃ俺たちは夫婦別れするとこだった。おお前、そこでメスメス泣いてないで、この泥棒さんに感謝してよ。そうだね、泥棒さん、よくぞ入ってきてくださいました。はい、どこにあって俺言われたら初めてだろ。まあ、もともとも1000円で収まりやすい。それじゃ失礼いたします。おお、ちょっと待てよ、せっかくだ、一杯飲んでいけ。お酒ですか。これからまだ仕事があるものですから。お前は仕事にしていいと働かない方がいいぞ。まあ、いっぱいやってな、今年いっぱいやって、そして、明日から魂入れ替えて、仕事に頑張りゃいいじゃないか。いっぱい付き合ってくれたらな、明日昼間から IT そうな金持ちの家に 2,3 軒教えてやる。そうですか。無理やり飲まされるお酒っていうのは、酔いの周りが早いようでございまして。いいお酒ですね、これ。どこで盗んだんです？いや、盗んだんじゃない、俺はこれは買ったんだよ。そうですか。すいません、つい口癖になって。だけど、面白いもんですね。入るときは、忍び足だったけど、帰るときは、千鳥足になってしまう。ああ、いいうちに入った。明日また頑張ろう。おい、泥棒さん、寝ちゃいけねえよ。おい。ああ、寝ちゃった。悪いやつじゃねえんだかな。おい、俺たちも寝るか。最近物騒だからな、ちゃんと戸締まりしとけよ。あ、泥棒うちの中にいるのか。そうか、じゃあ表から新張り棒買って締め込んでおけ。おはようを申し上げます。第163回山瀬や美人寄せということでございましてですね、私を含めましてあと3人ということでございますのでですね、もう少しで終わりますのでよろしくお願いしたいと思いますけども、よくこのね、無学者は論に負けじ、無謀は腕づくに勝つなんてことを申しましてね、知らないのに知ってるふりをするというのは私よくございましてね、とにかく知らなくてもまあそうだよなんてことを言うのが常でございましてですね、ね、知らないのに知ったふりをするというやつでございますんで、それよりもこの間聞きましたらね、もっと悪いのがあるんだそうですよ。知ってるのに知らないふりをするというのが一番良くないんだそうでございましてですね、知ってるのに知らないふりをするというかつてございましたよね、記憶にございませんというのがございましてまあまあそういうようなお話でございました。いらっしゃいますか。あ、これは誰かと思ったらハッツァじゃないか。まあまあお上がり。あ、どうもごちそうさまです。なんだよごちそうさまです。いや、まあまあお上がりって、いや、そういうことじゃない。久しぶりに来たんだけども、今日はなんだい。ね、ちょっとね、先生にね、聞きたいことがありましてね、わかんないことがあるんですよ。お、ハッツァ、偉いな。わかんないことがある。わからないことがあるということは、わかることがあるということなんだ。今日はなんだい。ちょっとね、うちにね、一人のアマチュアのガキがいますでしょ。お前ね、それがね、言葉の無駄というものなんだ。一人の女の子って言いや、それでいいじゃないか。一人の女の子のアマチュアのガキなんて、言葉の無駄ってのか。そうですか。じゃあ、一人の女の子いますけどね、最近近頃なんか変なものに凝り上がりましてね。なんだい。ね、円座組みましてね、なんか札やり取りするやつ。花札か。いや、花札はね、足の方なんですけどね。一人仲間パズレがいるんですよ。それでもってね、なんか奇妙な声出しまして、なんとかの、なんとかのっつってね、はい、ありましたって。あ、100人一緒か。100人一緒だよ。それ100人一緒ってんじゃないですか。いや、まあそうとも言うけどな。だから100人の人が集まって一緒になってやるから100人一緒でいいんだよ。そうか。で、その中にね、
なんかいい男いますでしょ、いい男、いい男、わしはいないけどもない、じゃそうじゃないですよ。あのね、あ、有原の成平ってのはいます。ああそうだな、あいい男とかな、有平のようだな、いい女だったら小町のようだってことを言うな。それがどうかしたか。いや、その中でね、なんか有名、そうそう、私もね、あのうちの娘にね、帰ってきてもらったんですけどね、この歌があるんですよ。血あや降る髪をも聞かず竜田川、からくれないに水くぐるとはってんですよ。でね、この血あや降るっていうこの歌をね、このどういう意味かってね、うちの娘が聞くんですよ。で、私もわからねえからね、これ先生のところに聞きに来たんですけどね、血あや降る髪をも聞かず竜田川、からくれないに水くぐるとはって、どういう意味なんですかね。だからさ、わかんないかね、そこに書いてあるんだろ。あ、じゃあね、2、3日したらまた教えてやるから、そこ置いときな。いや、今じゃないとダメなんですよ。だからさ、な、茶屋振るとくれば髪も聞かず竜田川だな、あ、からくれないに水くぐるとは、とこういうことなんだ。わかるか。いや、わかんないですよ。ただ言ってるだけじゃないですか。だからさ、わかんないかね。ね、行間を読めばいいんだよな。茶屋振る髪をも聞かず竜田川だな、からくれないに水くぐるとはな、血あや降る髪をも聞かず竜田川、からくれないに水くぐるとはだな、血あや降る髪をも聞かず竜田川から、お前さんなんだよな、あ、血あや降る髪をも聞かず竜田川ってこうあるだろう。まあありますよね。その竜田川というのは江戸川とかな、隅田川とか川の名前だと思うだろう。あれ川の名前なんですか。いや、そうじゃなくてさ、川の名前だと思うだろう。まあそうですかね、川の名前なんですかね。な、それが素人の浅はかさっていうことなんだ。これはな、相撲取りの名だ。相撲取り竜田川、あんまり聞かない名前ですよ。そうだ、大昔の相撲取りの名前だな。この竜田川がな、田舎でもってな、相撲を取って、あら、もう京都相撲に行こうって言うんでな、ひいきのお客さん連れて京都相撲に行ったら、もうめっぽう強い。あら、もういいなと思ったんだけども、やはりな、相撲といえば江戸相撲だな。江戸へ出てもう一旗あげようつんで、ひいきのお客さんに連れられて江戸相撲に入ったんだが、まあさすが江戸相撲といってな、これはまあ強い者がな、津々浦々から集まっているからな、なかなか出世がなかなかできない、こういうことになってな。それでもってなんだな、願掛けをしたんだ。ああ、願掛けですか、うん、極めてな、願掛けをやるのもいいかもしれないけども、それが一番難しいのが、女たちだな、女を立ったんだ。ああ、そうなんですか。そういう願掛けあるんですか。うん、あるな。それでもってな、女たちをすればな、相撲取りは腰が据わるってんでな、三年三月一生懸命頑張って大関になった。あ、大関になったんですか。うん、それでもってな、願ほどきをしようということで、ひいきのお客さんに連れられてな、吉原というところに行ったんだ。あ、吉原っていうのはあるって聞いたことありますよね。うん、それでもってな、あそこはな、華やかなところで、1番は誰、2番は誰、3番は誰というやつで、この3番というのがな、当時飛ぶ鳥を落とすような勢いの千谷太夫だな。それでもってな、この千谷太夫というのがもう絶世の美女でな、この竜田がこの千谷太夫に惚れちまったんだ。ああ、惚れたんですか。うん、それでまあ、でもな、竜田川というのはお前さんのように武男でな、これがな、あちきはゆえあって、相撲取りは嫌でありんすってんで、ズドーンとこう振られちまった。あ、振られちまったんですか。うん、でもな、こう思い立ったが吉日というやつでな、なあ、もうしょうがないから、この妹太夫というのがいてな、神代太夫だな、神代太夫が面差しに似てるってんで、神代太夫にもこうちょいと声をかけたんだが、ああ、これがな、あ、またこの振られたというやつで、あち姉さんの嫌なものはあちきも嫌でありんすってんで、ズドーンとまた振られちまったんだ。あ、振られちまったんですか。うん、それだ。それでもってな、もうこれはせっかく大関になったのに、もうこれはダメだとんでな、もうこの竜田川は相撲取りをやめてな、国に帰って豆腐屋になった。ちょっと
暑くないよ。え、あの年寄りになるとかね、なんか腸内整理をするとか、なんかその行く末ってのはもっと相撲取りやったらじゃない。だからさ、お前さん話聞いてみな。実家のところが豆腐屋だったから豆腐屋でいいんだ。ああ、まあね、実家のところそれでもってな、またもう3年三月頑張ってな、一人前の豆腐屋になったと、こういうことなんだ。ああ、豆腐屋になったんですか。うん、ある秋の黄昏の夕方と申しますかな、そうでもってな、店先でもってあの竜田川もう根っからのこう真面目なやつだから、こう卯の花をなこう揃えていたんだ。あ、その時にな、一人の女小じきだ、女小じきがこうスーッと来てな、私は三日三晩も何も食べておりません、どうぞこの卯の花を私に、分けていただけませんか。もとよりもう心優しい竜田川だから、あ、こんなものはわけございませんよっつんで、竜田川が卯の花をつかんでその女小じきにこうやろうとしたんだ。おお、女小じきが出たんですか。うん、お前ね、この女小じきを誰だと思う。いや、誰だと思うって言った女小じきなんですよ。そうじゃない、お前ね、話をよく聞きな。これが、うん、千谷太夫の慣れの果てだ。ちょっと待ってくださいよ、さっきからね、なんか無理な話でね、おいらなわけでしょ、うん、なんかその、うん、こんな小じきにならなくても、人はな、誰が何でもなろうと思うものにはなれるんだ。なんていうことだって、その女小じきはなろうと思ったらなれるんだ。 お前もなんか思ったらやってみな。いやいや、わしはいいですけどね、うん、それでもってね、これをじゃあお召し上がりくださいということで手を差し伸べたんだけども、ふっと見る手と、あ、おもざしが、あなたはっつんでな、これが千谷太夫の慣れの旗だったから、あの時はっつんでな、この竜田川が思わず千谷太夫の胸をトーンとついてしまったんだ。ああ、元より相撲といた、いい、すごい力があるから本人はこうついたつもりなんだけども、それがズドーンと言ってな、この千谷太夫がよろよろって言って近くの井戸に身を投げて死んでしまったと、こういうことなんだ。ちょっと待ってくださいよ、死んだんですか。あ、じゃあなんだ、死んだ後にはこうなんか化けて出るとか。いや、これはこの話でおしまいだよ。なんかこうなんか落ちかなんかあるじゃないですか。いや、この話はこれでおしまいだ。だからさ、茶屋振るだろ。え、これ別の話じゃないですか。あ、お前何を聞いてるんだ。これがな、歌のわけなの。歌のわけが、え、女こっちになったりなんかどうしてなんですか。だからさ、よく聞きな、茶屋がさ振ったろ、だから茶屋振るだ。あ、まあね、そういうことなんですかね。で、妹太夫の神代も言うことを聞かなかったから、髪を聞かずだ。まあそういうことになりますかね。うん、それでもってな、うん、おからをやらなくてこうズドンとついて井戸に身を投げたな、の水をくぐるの、うの、うん、それでもって水くぐるとはだ。ああ、これ歌の意味なんですか。水くぐるね、血あやふる髪をも聞かず竜田川、からくれないに水くぐると、あ、おからをくれなかったから、あ、そういうことですか。あ、千谷振る神代も聞かず竜田川、からくれないに水くぐるとは。ちょっと待ってくださいよ、あの芝居のね、とはっていうのは何ですか。え、水くぐるなら水くぐるでいいじゃないですか。とはは何ですか。とはぐらい負けときない。いや、分かりませんよ、とはは何ですか。うん、よく考えたらな、とはは千谷の本名だ。今日もたくさんのお運び様で御礼を申し上げます。残りあと2席ということでございまして、最後までごゆっくりお楽しみいただきたいと思いますが、よく昔からですね、笑う角には福来たるというふうに申し上げますけれどもね、この笑いというものはですね、いろいろ健康にいいそうなんですね。
特にキラー細胞というですね、がんをやっつける免疫細胞があるんですが、この笑う方はですね、このキラー細胞、免疫細胞の働きがね、非常に強いということが証明されているんだそうでございます。ですから皆さんもこの月に一度はこのビジーヨースにぜひおいでいただきまして大いに笑っていただいてね、キラー細胞をどんどん増やしていただきたいなというふうに思うわけでございますが、まあ笑いがこのね、幸せの幸せになるアイテムじゃないかなというふうに思うわけでございますけれども、またやっぱりユーモアなんていうのはね、会話のこの何て言いますか、まあ、潤滑油になるわけでございますから、ですからやっぱり常にユーモアを持ってね、笑いのある生活を皆さんしていただきたいななんていうふうに、思うわけでございますけれども、まあこの、まあ、ユーモアと言いますか、でも中にはですね、このシャレというものがね、わからない方っていうのはたまにいるんですよね。それはどういう意味ですかとかね、聞かれたりなんかするわけでございますけれども、まあ、今日来てるお客様はそんなことはないかと思うんですけれどもね、まあこのシャレがわからなくても、まあ、別に生活に支障をきたすとか、そういうことはございませんので、まあ、別にわかんなくてもいいんですけれども、まあ、どちらかというとね、シャレというものを分かった方が日々ね、幸せに暮らせるんじゃないかななんていうふうにね、思うわけでございますけれども、おい、定吉、定や、定吉、はい、坂東さんお呼びでございますか。ああ、今な、そっちでは何か声がしたようだが、お客様がいらしていたのか。はい、お客様がいらしておりました。おお、それで何か売れましたか。はい、お豆が売れました。おお、豆が売れた。何の豆が売れました。はい、小豆が売れました。あ、小豆が売れた。小豆がどれだけ売れました。はい、小豆が5合売れました。あ、小豆が5合売れた。あ、いやいや、それは良かったね。うん、だけどもね、定吉、よく覚えておかなくちゃいけませんよ。小豆を5合買ってくださるお客様に対しては、その倍の1升を買っていただくようにする。1升を買っていただくというお客様に対しては、その倍の2升を買っていただくようにする。これがね、飽きないというものだよ。うん、定吉、よく覚えておかなくちゃいけませんよ。はい、でも坂東さんの前ですけれども、やっぱり小豆はですね、ゴンゴーでいいと思うんですけれども。定吉、今私の話をちゃんと聞いてなかったのかい。なんで小豆はゴンゴーでいいんだよ。だって昔から商売繁盛って言いますから。お前さん、何か今シャレを言ったのかい。あ、いや別にな、怒ってるわけじゃないんだよ。うん、あ、なるほどな、一生の半分で繁盛、繁盛は五合だから、あ、商売繁盛か。おお、なるほどな、これはうまいシャレだよ。うん、いや、定吉ね、そういうシャレというものはね、大いに言わなくちゃいけませんよ。うん、まあうちはね、いい豆を仕入れてお客様に売ってはいるんだけれどもね、まあお客様からしたら、どんな店で買っても豆は同じかと思うかもしれないけれども、そこでね、お前さんがそういうね、面白いシャレを言えば、終わり屋のね、小僧さん、うん、定吉さんはいつ行っても面白いシャレを言うからね、ああ、どうせ豆を買うんだったら終わり屋さんにしましょうと、こういうことになるだろうな。うん、それがな、うちの商売繁盛につながるというわけだ。ああ、なるほどな、言語でもって商売繁盛、いや、これはうまいシャレだ。うん、ああ、ところでな、定吉、この小豆という豆はいつ頃からこの日本に入ってきたか知ってるかい。はい、あずき桃山時代です。これはうまいな。はい、豆知識、あ、もういいからな、桃山。あ、はいはいはい、あ、今すぐ伺いますんで、奥でちょいとな、旦那さんが呼んでるから、あ、定吉、引き続きな、店番を頼んだよ。うん、あ、旦那様、お呼びでございますか。あー、坂東さん、よく来てくれた。うん、あ、さあさあ、こっちへちょっと入っておくれ。うん、いやいや、実はね、朝ね、うちのばあさんと一緒にね、今朝の午前を食べていた時にね、うちのばあさんが妙なことを言ってね、あなた、うちの坂東さんのことを知ってますかと、こう言うんだよ。え、左兵のことだろ。左兵のことだったらね、このお店にね、うん、奉公に来たこんな小さい自分から知ってるけれども、その左兵がどうかしたかい。あなた、うちの坂東さんね、
とってもシャレがうまいそうですよとこう言うんだよ、うんうん、話によるとなんだってねお前さん周りの人から、うん、番頭さんとか左平さんとか名前で呼ばれないで、うん、シャレがうまいからシャレ番頭シャレ番頭ってねあだ名で呼ばれるそうじゃないか。いやいや私はお恥ずかしい話ね若い自分からシャレというものが全く分からなくてね、うん、随分とバカにされたもんなんだけれども、一つ今日はねお前さんにそのシャレというものを見せてもらおうと思ってね、うん、それで今ここへ呼んだんだよ。はあそうでございますか。いや旦那様の前でございますけれどもこのシャレというものは別に見せるものではないんでございますよ。いやいやそんなに謙遜をしなくても。いや別に謙遜してるわけじゃございませんでね、シャレというものはね目で見るというよりは耳で、ね、聞くもんでございまして。あ耳で聞くをするっていうと何かい三味線とか、うん、太鼓とかこういった歌舞音曲に合わせて、お前さんがシャレをやるのかい。いやそういうわけではないんでございますよ。ですからまあどう言いますかね、まあ、このシャレというものはですねどちらかと言いますと、まあ、お酒がちょいとこう入った時にね、滑らかになってちょっとこう出るようなこれがシャレでございますから。おそうか、うん、じゃあそのシャレというのは、お酒を飲まないとできないのかい。いやできないというわけではないんでございますけれども、まあ、お酒が入ってる時の方がね、一つ会話が弾みますんで、それでシャレがちょっと出るというようなことでございますんでね。ああそうかい。いやでも困ったね。この昼の日さなかからね、お前さんに酒を飲んでもらうわけにはいかないから。あそうだ、おいおきよおきよや、うん、ちょいとやかんに水を一杯持ってきておくれ、うん、あいや私じゃないんだよ、うん、番頭さんにちょいと差し上げて、あ番頭さん今ねそこに水が あるからね、コップ一杯の水をこれお酒だと思ってね一つぐっと飲み干してもらって一つシャレをやってくれないかい。はあそうなんですか。いやそこまでおっしゃるんでしたらちょっとじゃあやらせていただきますけれども、じゃあ一杯水をこれお酒だと思ってあちょっと飲ましてくれ。ああいいですね。それでは一つ旦那様お題をいただきたいんでございますが。なんだよ。お前さん私から代金を取ろうってのかい。あいやいやそうではなくてですね台をいただきたいんでございますよ。あそうか、じゃあお前さんが台の上に乗って高いところからなんかシャレをやる。あいやそういうわけではないんでございますけれどもね、何か品物をこれいただければという。お前さんそれはずうずうしいんじゃないかい。いやお前さんね何か面白いシャレを言ったら私からねお前さんのね欲しいものを何でもあげましょう。もうやる前からねこれ品物をよこせというのはちょいとこれはお前さんずうずうしいんじゃないかい。あいや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 そういうことではなくてございますね、何か品物の名前を一つ言っていただければ。あ品物の名前を言えばいいの、何か言えばいいのね。あそう、じゃあまあね、うん、生地変なことを言ってもさ あれだから、さちょっと見ておくれ、庭の石灯籠の下のところね、あそこでほらカニが這い出してるだろ。あれなんであんなとこにカニがいるかっていうとね、おとついの晩だ、うん、縁日でもってね沢ガニを売っていたんだが、うちのせあれだ、うん、孫にせがまれてね、うん、沢ガニを買ってきたのはいいんだけれども、その晩のうちにね逃がしちまってね、方々探したんだけれどもとうとう見つからない、まあ、孫がワン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 泣いていたんだけれども、あんなとこに逃げていたんだな。あそうだ、じゃあね番頭さん庭のほらカニでもってこれで一つシャレをやってもらえませんか。はあそうですか、カニでございますか。いやカニがまさか出てくるとは思いませんでしたけどもね。あわかりました、じゃあカニでございますね、うん、カニ、庭カニ、庭カニ、庭のカニでもってね。お旦那様、うん、できたかい。いやそう、にわかにはできないんでございますよ。
そんなこと言わずにやっておくれよ。え、あ、じゃあそうじゃないですか。あの、ですからにわかにはこれできないんでございますよ。にわかにはできないか。台を変えましょう。あ、いやそうじゃなくて、あ、ですからあのにわかにはできないでございます。あ、分かった分かった。私がいきなりこれカニなんて言ったのが悪かったね。あ、台を変えましょう。うん、え、あ、なんだそっちの方ちょっとうるさいね。え、なんか騒がしい。あ、ちょいと、うん、番頭さん見ておくれ。向こうでね、うちの孫がほら鈴をね蹴って遊んでるけれども、あー、子供なんていうのはなんであんなことして面白いのかね。あ、そうだ、じゃあね番頭さん、あのうちの孫はあそこで鈴を蹴って遊んでいる、これでもってあのシャレをやっておくれ。あ、そうでございますか。お孫さんが鈴を蹴って遊んでらっしゃる。あ、わかりました。じゃあお孫さんがね鈴を蹴って、鈴を蹴って鈴を蹴って鈴を蹴って鈴、お旦那様、うん、できたかい。いや、そう鈴蹴ってはできないんでございますよ。そんなこと言わずに頼むよ。え、いや、そうじゃないです。ですからあの鈴蹴ってはできないんでございますよ。鈴蹴ってはできないか。台を変えましょう。そうじゃないです。ですから鈴蹴ってはできない。もういいよお前は。何がシャレの、お前シャレ番頭だよ。私がシャレが分からないと思ってお前バカにしてるだろ。ああ、いいからね、もう、二度とね私の前でもシャレを言うんじゃありませんよ。うん、もう向こうでねあの店番やってなさいと。あなた番頭さん、なんかどうかしたんですか。今血相を変えて店の方に行きましたけれども。はっ、ばあさん、お前がいけないんだよ。なぜだろう。うん、なぜってお前ね、うちの番頭はねシャレ組はシャレ番頭だ、シャレ番頭だって言うからね、私はほら若い自分からシャレがわからないから、ぜひね番頭さんにシャレを聞かせてもらおうと思ってたね。あいつはなんて言ったと思う。酒をね飲ませろ、代金をよこせ、品物をよこせなんて言いやがってね。でまあなんかな、品物の名前を言えって言うからね、うん、庭にねあの石道路のところに沢ガニがね出てきたんでね、あの庭のカニでもって一つな、シャレをやってくれと言ったらね、そうにわかにはできませんなんて言いやがってな。ああ、でまあいきなり私がねカニなんて言ったものがね、うん、あれだったんだろうと思ってね、台を変えてね、あ、じゃあ、うちの孫がね鈴を蹴って遊んでいたんだけれども、ああ、じゃあ、孫が鈴を蹴って遊んでいる、これでもってちょいとな、シャレをやっておくれと言ったらね、そう鈴蹴ってはできませんなんて言ってな、私のことを散々バカにして。あなたそれ本気で言ってらっしゃるんですか。あなたバカですね。バカというやつがあるかお前。亭主をバカというやつがあるかお前、本当にもう。なのでよく聞いてくださいよ、番頭さんはねちゃんとシャレを言ってますよ。何シャレなんかいいやしないじゃないか。よくお聞きくださいよ。庭のカニでもってね、そうにわかにはできませんね、孫は鈴を蹴って、そう鈴蹴ってはできませんと、意味がちゃんと2つね、うまいシャレじゃありませんか。何そいつを何シャレっていうのかい。いやいや私は分からないもんだからね、このバカ野郎なんて怒鳴っちまったよ。ああそれ、バンドさんに悪いことしたな。うん、おい、バンドさんに謝らなきゃいけない。そうですよ、あなたはね若い自分からね、うん、シャレが分からない人なんですから、うん、バンドさんはねシャレのうまいシャレ番頭なんですから、バンドさんが何か言ったらああうまいうまいってね手を叩いてりゃいいんですよ。そうか、これはな、随分と悪いことしちまったな。うん、おい、番頭さん、番頭さん、番頭さん、奥で、あの旦那様のお呼びですよ。うるさいね、お前は。お前に聞こえてるものね、私にも聞こえてるよ。あの奥行かなくていいんですか。あのね、今私が奥へ行ってごらん、お暇を出されるかもしれないよ。お暇を出される。番頭さんがこの終わりやからいなくなっちゃうんですか。いやそれは困った。番頭さんがいなくなったらこの終わりやはもう終わりや。くだらないこと言ってんじゃないの。本当には
いやいいかい、あのね、お前ね、うん、もう二度とね、お前さんね、私の前でそういう謝礼言うんじゃありませんよ。だって坂東さん、さっきは謝礼を大いに言えって言ったじゃありませんか。さっきはさっきなんだよな。うん、あの風向きが変わったんだよ。へえ、風向きが変わった。ああ、お天気みたい。謝礼のち雷。くだらないこと一時言ってんじゃないんだお前は。旦那様すいません、先ほどは大変失礼をいたしました。ああ、坂東さん悪かったね、うん、さっきお前さん、あの謝礼を言ってくれてたんだってね。いや、私はほら、わからないもんだからね、ついね、あの怒鳴ったりなんかして本当にすまなかったね。いや、でもお前さんもお前さんだよ、謝礼を言ったんだったら、あ、今謝礼を言いましたってね、ちゃんと言ってくれれば私も手ぐらい叩いたんだよ、うん。いや、そこでね、お前さん、気を取り直してもう一度ここでちょっと謝礼をやっておくれよ。あ、すいません、あの坂東さんですけども、あのすいません、あのもう私もうここで謝礼はできません。え、何、謝礼はできないのかい。面白い謝礼だ。スパイス調整胡椒でございます。私、小さく笑うと書きまして胡椒と読みますので、まあ、スパイスの胡椒のように、皆様に笑いを振りかけさせていただくわけでございますが、お気づきの方いらっしゃるかと思うんですけどね、顧問ですね、ミルになっておりました。スパイススパイスということでございますが、さて楽しんでるだけでございますがね、まあ、早いものでもう5月ね、5月といえば何ですかね、子供の日とかですかね、この前地下鉄乗ってましたらね、ねえねえパパパパどこ行くの。まあ今日かい、今日はね、動物園に行こう。やだ動物園やだ、だってパパと行く動物園馬しかいないんだもん。まあ嘘はいかないですね。まあ、この前子供の日にですね、家族写真を撮るっていうことがありましてね、で小さな男の子がですね、写真を撮るってなったらですね、なぜか泣き出すんですね。やだやだ、写真撮りたくない、着替えるのやだ。何言ってるの、ちゃんとね、ほらネクタイして、ほらスーツ着て。やだやだ、スーツ着たくないよ。どうして、だってまだ働きたくないもん。働かされるからね、勘違いしたかもしれませんね、まあいろいろそういうのがあるわけですが、働くといえばですね、この前の定年退職になった方がいましてね、で新しく仕事を始めました。どうですか仕事。いやー、すっごい楽しい。まあ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 、俺これ転職だよ、もっと前からやればよかった。どんなお仕事ですか。交通整理の警備員だったんですね。楽しいんですか。楽しいよ。だってね、泊まれってみんな止まる。行けって言ったらみんな行くんだぞ。それがどうしたんですか。あのさ、俺さ、家でも会社でも誰も俺の言うことなんか聞いてくれなかったんだ。初めて誰の言うこと聞いてくれるのってね、楽しんでる方がおりましたけどね。はい、そうならないようにしたいなと思うわけでございますが、まあそういう仕事といえばですね、で5月といえばもうなんせかんせ、あの5月病ってのご存知でしょうかね。5月病、4月に就職して5月になると辞めたい、こう始まるわけですね。それを聞いた家族とかはですね、ちょっとせっかくね、あの働き出したことからもうちょっと頑張ったなね、入社試験もね、大変でこう乗り越えて受かったんだからもうちょっと頑張ったななんていうわけでございますけどもね、まあ、今日はそういう新入社員のお話でございましてですね、皆さんようこそ我が社、私が社長の竹内です。おー、新入社員の皆さんの顔つきは、おー、男性はいいね、はつらつとしてて、女性陣、おお、いいね、若いね、可愛いね、アイドルみたいだね。ああ、いやいやいや、若さか。ただあれだな、皆さんちょっと緊張してるね。まあ入社式だから緊張するのは分かるけれども、ほらもうちょっとこう笑って、大丈夫、ほ口角上げてみて、大丈夫大丈夫。ああ、そうかそうか。まあ今だけだよ緊張してるのはね。まあ明日から一生懸命職場で働いて、
ね、一日でも早く仕事になれ、上司同僚とも仲良くして、もう我が社のね色に染まってください。おいおい、我が社の色って言ってるけどさ、何色だろうね。黒だったりして黒ってブラック企業ってやつよ。そりゃ困るよな。ちょっとそこそこ死後を慎みたまえですよ。何言ってるの。なんかブラックとか言ってなかったか今。そんなこと言ってないですよ。そうかそうか、まあ君たち新入社員に頑張ってもらわないと我が社もお先真っ暗だ。社長うまい。そうかそうか。まあまあそうだ。で、まあ、我が社はね、今から創業150年前にできた会社だな。もともとは富山の薬売り、その後家庭に置く常備薬、あの薬の箱を置いて全国に展開して、今やもう扱っている薬は1000種類以上、いつの間にか一部上場会社になった。すごく大きな会社だ。君たちもよかったなこの会社に入れて。ただな、我が社でたくさん薬を扱っているけれど、たった一つ睡眠薬だけは扱わないんだ。わかるか。どうしてですか。もともとな、富山置き薬の会社だからだ。ちょっと時間がかかった。大丈夫。まるでコトニのコトニではなくて、コトニとニューヨークぐらい離れてる。こんな感じだったから。今こちらコトニでは大変盛り上がってます。ニューヨークの方はどうでしょうか。あ、はい、今ニューヨークの方が大変盛り上がってます。こんな感じでございましたけどね。こういうことをやるとですね、本当の話が飛んでしまったりするんですね。って感じでございますね。まあそうなんでですね、そうです、置き癖だったんですね。で、私がなぜこういうふうに新入社員のみんなにね気を使って話をしているか、これが大切なんだ。我が社の社風なんだな。目の前の人、その人に対して一生懸命接する。まあ一期一会というのかな。まあまとめ言い方はカスタマーサービス、顧客第一主義、知ってる話は全部言ってるけれども、そういうことをしているとお客様がですね、この会社はっていう風になってなっていく。そんなの積み重ねが大切なんだ。わかるかな。社長よくわかります。社長の話を聞いてすごく目が覚めました。もう一度言ってごらん。社長の話を聞いて目が覚めました。あ、そう。じゃあ今まで寝てたの。そういう意味じゃありません。まあこんな話でですね、永遠と社長の話が続きまして約2時間いやーやっと終わったね。本当長かったわね。あ、僕野村よろしく。私鶴屋っていうのよろしくね。僕さ、君のこと知ってるよ。どうして。だってさ、入社試験の面接の時、僕君の次の番だったんだよ。廊下で君の面接してる時ずっと待ってたら、その面接してる部屋がすっごい盛り上がってたじゃん。気になってさ、まあこれはきっと受かったんだろうななんて思いながら君が出てくるところ見たら、ちょっと下を見て、もうダメ、落ちるって言って判別を書きながらいなくなっちゃったよね。だからあの子どうしてるのかななんて気にしてたんだけど、受かったんだね。おめでとう。ありがとう。でもって、実は私受けた会社全部落ちて、この会社も本当は落ちたの。たまたま昨日電話かかってきて、補欠だから明日の入社式来れるなら入社だって来たの。そうなの。僕もそうなんだよ。なんでも内定してた人がみんな断ったっていう話だよね。そうそう、なんか変な噂でもあるのかしら。いやだけどそんなこと言ってる場合じゃないね私。そうそう、でさ、君さ、その入社式の面接の時どんな話してたの教えてよ。別に構わないけど聞きたい。聞きたい。どんな面接だったの。じゃあやってみせるね。はい、じゃあ次の人。はじめまして、鶴屋と言います。鶴屋さんそこに座って。
緊張しなくてもいいんだよ、うん、今日はどちらから来ましたか。え、いや、どちらから来ましたか。どちらからって入り口からですけど。いやいや、そうじゃない。あの、北とか南とかあるだろうな。方位を言ってごらん。方位を言うんですか。ほーい。いや、そうじゃない。君、ちなみに北とか南とかわかるかな。え、じゃあちょっと方位を4つ言ってごらん。方位を4つ言うんですか。ほーい、ほーい、ほーい、ほーい。言うと思ったよ。先走ってた人もいるぐらいだからな。あの社長、なんだろう、その方位とかどちらから来ましたからってあんまり関係ないんじゃないですか。よくありますよね、なんか不良品の消火器を売る会社の人がたまたま消防署とも全然関係ないのに消防署の方から来たんですけどって売り込んだりするじゃないですか。まあまあそうだな、あ、警察の方から来ましたとか、ああいうやつな。ああ、そうかそうか、悪かった悪かった。じゃあもう聞かないよ君は。あ、社長、でも私の部屋は東西南です。ん、北が欠けてるの。そうなんです、汚いんです。そういうのが君は上手だな。まあいいよ、じゃあ君のまず履歴書を見ようかな。履歴字が汚いね、これ。は？なんでこれ、もしかして走り書きしたのかな。わかりましたか。でも走りながらなんか書いてません。ちゃんと座って書きました。いや、走り書きってそういう意味では。じゃあ志望動機を見てみようかな。志望動機。世の中困ってる人たち一人でも多くの方に手を出したい。手を出したいって言ったんですよね。手を差し伸べたいだろうな。あのね、そういうのちょっとね、間違えると大変だよ、ね、例えばよくあるだろう、大変お世話になりましたっていうのと大きなお世話ですって言ってるけど全然違うだろう。そうですね、気をつけます。それから次に座右の銘だね、うん、座右の銘は君は右が 1.5 で左が 1.5 左右の目ですよね。左右の目じゃない、左右の目。だったら他力本願かな。あ、いいね、気軽でね。他力本願。じゃあ君さ、今出た四文字熟語なんてなんかある、好きなやつ。私四文字熟語結構詳しいですけど、一番好きなのは起承転結です。おー、起承転結ね、起承転結。ちなみにどんな意味だと思った。そんなに簡単じゃないですか。起承は朝起きて、転結は転んでケツを打つ。慌てちゃダメだよっていうことです、ね、なるほどね、いいよいいよ別にね。でもね、若い女の子がね、ケツとか言わない方がいいよ。なぜかわかるかよ。不潔だからね。社長面白いな、それ。じゃああとそうだな、君尊敬する人は誰かな。尊敬する人ですか。そうですね、自営業ですけど一生懸命頑張ってる父です。わあ、お父さんね、うん、お父さんどんな感じ。え、お父さんどんな感じ。父ですか。まあ、カタカナのハって書いて漢字知らないんですか。いやいやいや、そうじゃない。まあ、お父さん自営業ということだけど、家業は何歳。家業ですか。家業。家業結構ですか。大体君のパターンが分かってる。単純なら。そうだな、あとじゃあ君のあと趣味は何だよ。趣味ですか。私の趣味はまずはあの読書です。おお、いいね、読書。どんな本が好きなんだい。酸っぱい本です。なんでその酸っぱい本。推理小説です。ニューヨークの方が言うみたいです。推理小説、酸っぱい。他には趣味は何だよ。他にですか。私あの生け花やる、あの何ですか、花道っていうんですか、あれをちっちゃい時からずっとやってました。いい趣味じゃないか。お花かい。ああ、いいねいいね。
ああうちの家内もねやってるよお花、うん、ちなみにうちの家内はね池坊とか屋さんだけどね。君は何流だい？え何流ですか？自己流ですそういうのがあるんだね。ちなみに私、よくあの茶道っていうんですか、お茶の、うん、あの君は茶道みたいですねって言われるんです。ほう、君は茶道って言われる、それどういうこと？あの正確なんですけど裏と表があるんですああ、なるほどなるほど、深いね、深いですね。あ、他の趣味は？他の趣味ですか、ダイエットと。ダイエット？その体型でリバウンドとセットなのか？そうなんです、そうなんです。でダイエットとリバウンドが趣味なんです。ですからこういう感じなんです。ああ、なるほどね、うん、ちなみにどういうダイエットをしてきたの？そうですね、一つは野菜中心の生活です。ああ、野菜ね、あ、ヒロシいいねいいね。どんな感じだったの？八百屋さんに行ってキャベツを1個買ってきて部屋の真ん中にドーンと置いたんです。野菜中心の生活全然痩せませんでした。まあそれは痩せないよね。他にはどういうダイエット？他には半身浴。ああ、半身浴、あのお風呂に湯船を張って。そうなんです。でも未だに分かんないんですよね、半身浴、右半身なのか左半身なのか分かんなくて。それでこうじゃなくてこうだと思ってたんだね。ちょっと違うかな。そうかそうか、そうだな。あと君、じゃあせっかくだから何か我が社に質問はあるかい？質問していいんですか？あ、いいよいいよ、ちょっとしてごらん。じゃあ、まず一つは真面目な話でいいです。あ、いいよ。御社は、うん、一部上場会社ということですが。そうだよ。いつになったら全部上場するんですか？いつだろうね、いつだろうね。他には趣味、聞きたいことは？他にですか。そう、ちなみにお給料日って何日って決まってるんでしょうか？まあどうでもいい質問だけども、そうだな。君はじゃあちなみに何日がいいんだ？そりゃ毎日です君はもう日雇いか、それはもうこんな時間だな。じゃあしょうがない。最後にね、君ね、自己 PR をしたまえ。自己 PR、いいですか？そうです、実は私は一つだけ気にしてることがあって、人の悪口を一切言いません。おお、いいねいいね、今時そういう人珍しいよ。人の悪口は言いませんし、噂話は一切しないんです。しないっていうか、よくわからないっていうか。それどういうことだ？噂話って花が咲くって言うじゃないですか。まあそうだそうだ、噂話に限って花が咲くんだよ、うん、でもね、あれですよね、根も名も根も葉もない話ってありますよね。あるある。どうして根も葉もないのに花が咲くのかずっと考えてるんですけど、未だにわかんないんですよね。いろいろ難しいこと考えるんだね。そういう人ってたまにいるよね。悪事に手を染めるのに、どうしてやめるとき足を洗うって言うんでしょうか手を洗うってどうして言わないんでしょうかね。まあ似てる似てる。まあまあ気持ちっていろいろ。じゃあそういうことで今日は面接終わろうかな。最後何かあるかい？一つだけいいですか？なんでやろうと思って。私今日社長と面接していただいて、一つだけ感じたことがあるんです。なんだよ。社長ってとてもいい声ですね。お？そうかい？私の声が。なんか生まれて初めてだな。この世を褒められたな。そうかい。そんなにいい声かい？どうもありがとう。なんか嬉しいな。実は昨日読んだコミュニケーションの本に。褒めるところが何にもない人だ声がいいねって褒めれば調子に乗っておだてるって書いてあったので、あ、そうだったのかバカだな俺は分かった、もういいよ、いや今日はこれで面接は終わりだ。こんな感じだったの？なるほど落ちちゃうよね、落ちちゃうよね。そうか。だけどさ、まあ明日から一生懸命頑張ろうね。そうね、よろしくね。おい、大変だ大変だ大変だ。どうしたの？会社が不渡り手形を出したらしいぞ。何何それ、
倒産するらしいぞ。マジそれやばいじゃない。だってさっき社長が早く我が社の色に染まってくださいって言ってたのに、それじゃあ色に染まるようがないじゃない。大丈夫だよ、失業するから明日から無職になるから。なんちゃってね、もうね、ほんとマスク外すと顎が二重になってるし、シワが53本も、違うか、ほんとは70本か増えてるし、もう目も当てられないかなと思うんだけど、でもみんなもそうだからみんな同じように年を取ってきたこの13年、ね、ありがたいことでございますね、福本さん。はい、はい、ね、いや本当に馬場さんも ね、あの昨日実はですね、あのちょっとあの写真の編集をしていましたら、いつも写真を撮ってくださる大野さんの写真を見つけまして、見たら、あら大野さん若いって私が思ってたそれをあの見たり、それから馬場さんとお二人浴衣着てうちの店の前で撮った写真だとか、福本さんがなんかやってた時の写真とか、それから一番感じたのはあのピンクさんね、ピンクさんがここで講座していて、紙切りをして皆さんにこうお見せしてる時の生き生きとした元気な写真とかが出てきたんで、いや本当にコロナってなんかいろんなことがあったなと思いつつも、こうやって皆さん元気にこの場に立てたということが、私も含め本当に感謝と一緒に、皆様本当にこれからも頑張って生きていきましょうっていうか、笑いましょう。さっき今日はあの薬屋さんの話でしたけど、倒産する薬屋ではなくて、ここのあの寄席はね、笑いの薬屋さんです。笑うと寿命が伸びます。これはもう完全なる証拠がありますので、どんどん笑って寿命を伸ばして、もう1分1秒楽しく楽しく行きましょう。もう何も語りません、それだけです。はい、では今日はありがとうございます。あの面白くていいけど、あの番組っていうことをいただきました。今ありがとうございましたって言ったブッダレさんが今日は小言念仏、はい、で飯塚さんが締め込みから、師匠が今日は先の中井の先番だったんですね。ちはやふる、ちはやふるってカルタでよくあるけど ね、なんかすごくいいですね。それからシャレ番とよし、ちょろっと聞きましたけど、本当にもう彼は語りがもうあのプロというか、本当にあのなんかどっかで、あのきっと番組にもでアナウンサーじゃなくて落語家として出るかもしれません。はい、それから小翔さん、もう本当にね、本当に今日はシリーズ第2弾、本当に第3弾第4弾とあるらしいんですけど もう楽しみながらそれをあのビデオに撮って、あのこうなんか編集して流すのが楽しみなぐらい、よくまあ頭の中が回りますよね、感心します。でも本当に身近なことのあのよく私方が笑えるというのは、もう普段いつも感じている笑いを自分方で作れるということなのですから、皆様前向きに考えると、喧嘩した後でもまあそっか、あのなんか喧嘩した後スキッとしたから、そのために喧嘩したんだなと前向きに捉えると、みんな笑えます。子供のちょっとその気持ちになってます。で嫁さんと喧嘩したりさ、孫ちゃんもう旦那が子供のね、小言が多すぎるのよ。ね、もうね、昔ならね、カチンときてね、もうすぐ喧嘩だったんだけど、子供がはい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 とそういう、ね、そういうずらしにかかりました。そうすると割とそんなにあのなんていうんだろう、腹も立たなくなってるし、向こうもドキッとか言いながら、すぐケロッとしてああだこうだって笑えるんで、人ってなんか面白いですね。やっぱりね、こう一呼吸置くと楽しくなるので、落語で一呼吸置いて笑うようにしましょう。では長くなりましたが、また来月お待ちしております。ぜひぜひあのね、早く小翔さんとか、はい、そこにいらっしゃる早稲田大学の落語家部期待しておりますからね、ほらみんな見た。はい、デビューを、ね、虎視眈々とお願いしているので、皆様プレッシャーかけてやってください。はい、ということで今日は終わります。どうもありがとうございました。